平成27年度の会計報告、常任理事の森喜保先生、お願いいたします。会計報告は後ろの方にありますから、ご覧になってください。後ろから3枚目と2枚目になります。森喜保でございます。後ろから3枚目になります。ただいま報告になった活動に従いまして、出資したところ収入のところをこれから申し上げたいと思います。代役で出演していただきますけれども、総額は656万7135円の収入でございました。主だったものとしては出品料とか、これはいろんなシステムに転じていくわけですけれども、それから主だったのが祝賀会費、それから対策競争代ということが収入の部分によって出ておりますけれども、支出の方では、なんといっても一番多いのは、祝賀会、講演代ということなんですけれども、上の方が参りますと、東京都への支払いが77万なりがし、それから展示、それから撤去、その関係で40万8000、それからその入り口の広告などですね、それの9万6000なりがし。作品表彰代はですね、68万800円ということですね。それから作品集制作代77万2800円。そして主だったところではさっき言ったように、祝賀会が108万になりました。この関係の収入見ていきます。71万8000円の収入に対して、108万6000円ですから、皆様の出品料以外の一部がそこに転用されておるということをご理解いただきたいと思います。それから東京での対策表彰代ですけれども、収入、皆さんからお預かりしたものが16万4100円、そして、かかったものが21万816円ということで、ございます。その分については、韓国の作品も負担しておりますので、ちょっと、いずれにしてもお預かりしたものには出費が多いということで。そして、総計で、というわけで656万7135円の支出があったということで、